はじめまして、ライブ 2D モデラーのニグです。リボンの揺れの作り方について解説させていただきます。まずリボンの上のパーツは内側パーツ、外側パーツに分けていただいています。そして下のリボンも2つのパーツに分けていただいています。このような形のリボンは最低でも4パーツに分けていただく方がモデリングしやすいです。結び目が見えるなら結び目も合わせて5パーツが良いでしょう。今回写り演算はメッシュ変形とデフォーマー変形の2つをそれぞれ別のパラメータ、リボン揺れ1変形デフォーマー、リボン揺れ2メッシュ変形で揺らしています。どちらも変形デフォーマーを使うでも良いのですが、この後登録するパラメータが増える予定があるという場合は、個のデフォーマーを使って、リボン揺れ1、親変形デフォーマー、リボン揺れ2を変形デフォーマーにした方が、後々扱いやすいかと思われます。リボンの内側のパーツは、形を大きく広げたり、狭めたりするために、メッシュ割りを工夫しています。メッシュ割りを怠ると、変形した時にパーツの縁が歪んだり、ぼやけてしまうので注意が必要です。リボンにくっついているお花パーツはメッシュを変形した後、基本的に回転デフォーマーに入れていきます。回転デフォーマーは親のデフォーマーの変形の影響を遮断しつつ位置関係は守ってくれるので、例えば髪の毛についているプラスチックといった硬い素材の飾りなど、歪んで欲しくないパーツを動かすのに便利ですね。リボンの影の塗りが変形に合っていなくて違和感があるので、メッシュを細かく調整して変形していきます。デフォーマーではなくメッシュ変形を選択したのは、こういった細かい調整が行えるという点からだったりします。メッシュの変形を行うとき、変形ブラシツールを使うと大まかな変形ができて便利です。変形ブラシで大まかに変形した後、頂点の一つ一つを調整していきます。左右対称に同じ形のリボンはコピーして反転することで再利用していきます。パーツをコピーしたとき、パーツが思っていたのと違う手前のレイヤーに出てきてしまうことがあります。このときは描画順グループの機能を使いました。パーツタブからコピーしたリボンをフォルダにまとめて、このフォルダを描画順グループにして描画順を変更します。お花の飾りは左右対称ではないので、ここは修正です。回転デフォーマーや
円形デフォーマーを利用して円形を作っていきます。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。